皆さんこんにちは。今日は最近の使い切りを紹介していきたいと思います。じゃじゃん、今回はこんな感じです。初出し商品もあります。で、今回はね、コスメもいつもよりは多めです。ということで、まずはコスメから紹介しようかな。はい、まず1個目はこちら、キャンメイクのクリーミータッチライナーの03番ダークブラウン。もうこれはね、メイク動画でも使い切りでも何回も紹介してるんですけど、いつも使ってるアイライナーになります。すごいね、スルスル描けるし、細めなので、あの、細かいところも描きやすいですね。そんなににじむ感じはないので、普段からね、使いやすいかなと思います。で、これはね、もちろんリピートありです。で、いつもストックを買ってるんですけど、あの、2つあります。で、今はあのラブライナーを使っているので、まだ開けてないんですけど、もちろんリピートありです。そして次、こちら、こんな感じで文字がね、全部消えてしまったので詳細がわからないんですけど、 LA ガールのアイブロウペンシルです。こっち側にペンシルで、こっちがスクリューブラシになってます。海外ブランドなんですけど、こういうペンシルとスクリューブラシが一緒についてるのってすっごい便利なんですよ。特に持ち運びとかにするときはもう一緒になってるから、これ1本で描けるし整えられるっていう感じなんですよ。だからこういうね、ペンシル大好きでよく買ってました。で、これはね、しおねちゃんとコスメスワップした時にもらったペンシルですね。で、よく見ると LA ガールだけは書いてありました。彫ってある感じで、あの、細めのペンシルですごく描きやすかったし、色味がね、ダークブラウンっていう感じでちょうど良かったですね。すごく気に入って使ってました。でも最近はパウダーを使うことが多いので、ペンシルをね、あんまり使ってないから、今回はリピートはしないでおこうかなと思います。でもめっちゃこれおすすめです。海外コスメのペンシルでおすすめなんですかって聞かれたら、プチプラだったらこれを選びます。そして次、こちら、ビセのアイブロウペンシル S の BR300 番。はい、またね、アイブロウペンシルなんですけど、これもこっちがペンシルで、こっちがスクリューブラシになってます。そう、本当にこういうね、ペンシルが大好きなんですよ。これ前から使っていて、何回もリピートしてるぐらいね、お気に入りのペンシルです。これもプチプラなのですごく試しやすいですね。で、こっちはね、キャップはついてないです。で、これも細くてすごく描きやすいし、持ちにくいのでね、あの、気に入ってるんですけど、やっぱり最近はあの、持ち運ぶことも少なくなってきたし、パウダーを使うことが多いので、今回はこれもあの、リピートは1回お休みしようかなと思います。で、これは本当にもうすぐ薬局で買えるようなものなので、また戻ると思いますいつか。これもおすすめです。そして次、こちら、使い切ってしまいました、ラロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップ。これでもう本当気に入っていて、動画でも何回も紹介してると思います。そう、これをね、使い切っちゃったんですよ。ツヤ肌にしてくれるし、紫外線からもしっかり守ってくれるので、すごい気に入ってました。これホワイトの方なんですけど、ピンクベージュのローズの方がまだ残ってるので、今回はリピートはしないでおこうかなと思います。こっちのローズがね、たっぷり残ってるんですよ。ツヤ肌と紫外線カットプラス、ちょっとね、血色が良くなるような感じなので、こっちをね、使っていこうかなって思います。そう、色味があるので、ちょっとトーンアップするような感じがあるんですよ。で、少しフィルターがかかったような感じになるので、ちょっとそこまでのメイクとか、あの、普通にメイク下地として使っていこうかなと思います。なので今回はリピートはお休みです。こっちのローズを使っていきます。はい、ということでコスメは以上になります。今回はほぼね、リピートはお休みの商品が多かったんですけど、あの、全部気に入っていて、ダメだったからリピートしないっていうわけではないです。ちょっと今回はお休みするっていう感じですね。そして次はスキンケア系なんですけど、初出し商品があるので、そちらから紹介していこうと思います。まずはこちら、ジョワセリュールセラム。はい、こちらです。もう本当に使い切ってしまったので、中身が紹介できなくて申し訳ないんですけど、こちらはあの、美容液で2種類のヒト幹細胞が入った美容液になります。めっちゃ気になるでしょそう、そのパッケージにすごい惹かれて即買いしてしまいました。で、パッケージはね、残してあります。はい、こちらです。2種類のヒト幹細胞エキスで素肌の美しさを引き出し、ハリ、ツヤ、弾力を実感。で、香りは天然のローズアルマを使用しているそうです。で、パラベン、合成香料、着色料が不使用になります。2種類のヒト幹細胞 EGF、FGF、プロテオグリカン、ヒト型セラミド、プラチナコラーゲン、ボタニカルプラセンタ。もう最高すぎません
かれまくりですよね。これはちょっと試してみたいなと思って買ってみました。でこれ使ってる時に肌荒れをあんまりしていなかったので、なんか劇的変化っていうのが分からなかったんですけど、使い終わって違うものを使っていたらちょっとね今肌荒れを少ししてるんですよ。だからやっぱり良かったのかなって思います。実際使ってる時はそこまで、あ、なんかあんま変わんないかもって思ったんですけど、良かったのかなって思いました。まあ、ちょっとね、離れの時期とかもあるから、その時がすごいちょうどコンディションが良かったんだと思うんですよ。で今が肌荒れ時期なんだと思うんですよね。だからそういうのもあるから、絶対これがめっちゃ効いたっていう感じはわからないんですけど、まあ良かったのかなって思います。まあ、もう一回試してもいいなって思いました。そう、私 EGF とか人型セラミとか好きなんですよ。肌に合うのでこういうのはね本当にいいなって思います。そう、もう一回ちょっとこれ見つけたらちょっと買ってみたいなって思いました。でもどこで買ったかちょっと忘れちゃったので、もう一回探せるかな。いつも行くようなところじゃなかった気がするので、また見つけられたら買ってみようかなって思います。試しに使ってみる価値ありです。そして次、こちらビギンスの昆布トックススキントナー。はい、こちらもね動画で紹介するのは初めてです。インスタではストーリーに上げてたんですけど、ビギンスっていうブランドの化粧水です。でビギンスっていうのはジョンセムのスキンケアブランドになります。でジョンセムのコスメを送っていただいた時に一緒にいただきました。でビギンスっていうのが 100% ビーガンコスメで、クリーンビューティーでプラスチック使用量を最小化するために内容物の適量に合わせてミニマムに作られたりとかしてるそうです。でこちらは化粧水なんですけど、低刺激性になっていて 82% が昆布茶でできてるそうです。荒れた肌のバランスをとって肌が健康で楽になる水分トナーで、低刺激角質除去もしてくれるそうです。そうだから一番最初に使った時にちょっとねピリピリしたというかガサガサした感じがあったんですよ。なんでかなと思ったんですけど、角質を除去してくれるからちょっと最初刺激があったのかなって思いました。少しザラザラするかなっていう感じだったんですけど、トウモロコシ由来の EHA でしっとりと角質除去をねしてくれてたみたいですね。で使った感じはその最初のピリピリ以外はそういう刺激は感じずに保湿される化粧水としてね使えました。結構サラサラの化粧水なのでしっとりもっちりするような感じではなくて、サラサラだけどしっかり潤うっていう感じの化粧水でした。で角質除去もねしてくれるので肌の状態はいいなっていう感じはありました。だけど1本使っただけだとこうリピートしたいぐらいまで変化はなかったので、今回はリピートはしないでおこうかなって思います。まあ、でもビーガンコスメだったりクリーンビューティーだったりするのですごくいいなって思いました。なのでジョンセムレが好きな方とか韓国コスメをね使ってみたいっていう方にはねすごくいいんじゃないかなって思います。でそこまでお高くないので試してみてもいいのかなって思います。はい、では次こちらマミーの UV マイルドジェル N。 こちらは日焼け止めになります。 SPF が33の PA3+ の方ですね。私がちょっとそこまで行くっていう時に使ってる日焼け止めです。長時間外にいる時とか日差しが強い時とかはこのブランドのマミーの SPF50+ の方を使ってるんですけど、日常はこっちをね使ってます。今年も使っていて使い切りました。でもう一個もストックを買っていてそれを使っているのでリピートはありです。まあでも今年はねもう買わないんじゃないかなって思います。肌がね出てる範囲も少なくなってくるし、もうどんどん紫外線も強くなくなってくるので買わないと思います。まあでもこれはね家に絶対あるものなのでリピートはありです。でこれはねお子さんとも一緒に使えるぐらい肌に優しいものなので、私も荒れることなく使えてますね。で日焼け止めのキシキシ感とかもなくてボディクリームのような感じでしっとりしてくれるのですごく気に入ってます。これすごくおすすめです。そして次こちらエクスピュールのフラペチド。はい、これも使い切りました。もう大好きな美容液です。これもヒト幹細胞と EGF とフラーレンが入った美容液になります。これねめちゃくちゃいいんですよ。エクスピュールのねセール品なので年に 1,2 回しか買えないんですけど、すっごくおすすめの美容液です。で今ねちょうど今月末まで、セールをやってるんですよ、エクスピュールの公式で。で7月と9月にやっていたのでだいぶ前に紹介してたんですけど、買えるのはね今月末までです、今年は。で7月に私はこれをね3つ買っていて、やっと1個使い切ってあと2つあるので買おうかなとは思ってたんですけど、他にも使ったりとかするので今回とりあえず買わないでおこうかなって思います。
絶対買おうと思ってたんだけど、意外と減りが少なかったんですよね。まあいろいろ試しに使ってるものが多いので、なので今回はねちょっと買わないかもしれないんですけど、もうめちゃくちゃおすすめですねこれは。でしかもこれもプチプラなので、試しに使ってみるっていうのもね全然ありです。化粧水の後につけるんですけど、やっぱりねしっかり保湿もしてくれるし、あの肌もね綺麗になるような感じがするんですよね。でインセムがねたっぷり入ってます。そうエクスピュールは化粧水もねエクスピュールを使ってるんですけど、肌に優しくてフリーも多いので、肌荒れをしてる時期でも私は安心して使えます。めちゃくちゃね信頼しきってるブランドですそう化粧水とかをね結構使ってくださってる方も多いと思うんですけど、あのこの美容液もねめちゃくちゃおすすめです。これはねなんか店頭ではあんまり見たことないんですよね、セールの時も。なので公式のネットで買うのがおすすめです。これねいろんな種類あるんですけど、やっぱりこの EGF が入ったこちらが一番気に入ってますね。気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。で今ねエクスピュールがあったのでこちらも紹介しますまた出てきました、エクスピュールのモイスチャーローション EF。 はい、安定の化粧水ですねこれはねもう本当に毎回出てきてますよね、あのずっとご利用ししている化粧水です。でこれもセール品なので、このセール期間じゃないと買えない化粧水ですね。私はいつも化粧水ね1回に 3,4 本は買ってますね。で今ね新しいのをこれ開けてるんですけど、あと2本なんですよ。だからねそれも迷っちゃう年末年始に1回セールがあるので、その時に買おうかなとも思うんですけど、ちょっとねまたこれも悩んでます。もちろんこれもリピートありです。そうこれも EGF、FGF が入っていたりとか、プラセンタエキスが入ってたり、ヒアルロン酸もね入っているので肌も良くしてくれます。でこれもねフリーがあるし、プチプラなんですよね。プチプラでねこのクオリティはね本当にすごいんですよ、エクスピュール。だからねゴリ押しの商品だしブランドです。でこの化粧水とか乳液はよくセールの店頭とかでも見かけると思います。ロフトとか東急ハンズとかのセールでも出てきます。そういう時のセールじゃないと買えない商品ですね。これもね本当におすすめなのでぜひ使ってみてください。まあ毎回言ってるんですけどねでここからはまた愛用品ですね。もう何回も見たことあると思います。まずこちらクリアリューのファーストケア、こちらはコンタクトレンズの洗浄液です。あのカラコンするときにカラコンをね私1回洗うんですよ。なんかコンタクトをつけてる液あるじゃないですか、あれがね多分合わないんですよ私の目にゆすいだりこすったりして洗ってから装着液というか目薬をさしてつけないと涙が出ちゃうんですよね。普通のコンタクトは平気なんですけど、カラコンの時はそういう風になっちゃうので、あの1回洗うようにしてます。でこれについてくるコンタクトケースがめっちゃ便利なんですよ。これはもう洗ったりしないでつけ置きをすると綺麗になるよっていうシリーズなんですけど、両目ね1個のケースの中に入れて錠剤を入れてこのすすぎ液を入れるんですけど、すごい楽なのでこれをねずっと使ってます。これすごくおすすめです。そしてもう本当におなじみこちらナチュラルグラッセのシェイククレンジング、こちらは拭き取りクレンジングになります。なんか私はあの毎回言ってるんですけど、ポイントメイクアップリムーバーとしてね使ってるんですけど、コットンにつけてこれでメイクを取って洗い流さなくてもいいっていうクレンジングですね。そうただ私はちょっと洗い流したいタイプなので、これで目元とか口元とかね濃いメイクを取ってから普通のクレンジングをしてます。でこれだと私は赤くなりにくいのでずっと使ってますね。こちらもおすすめです。そして最後はこちらフィアンセのボディミルクローションピュアシャンプーの香り、はいこちらもおなじみおなじみすぎる、本当に紹介しすぎて毎回入れるの迷うんですよ。もうしつこいかなっていうぐらい紹介してるからもういいかなって思うんですけど、いつもね軽く紹介だけしてます私がいつも使ってるボディミルクですね。で香りはあの本当に爽やかなシャンプーっていう香りなんですけど、もちろん良くないので塗ってる時とか寝る時まであのいい香りが香ってるっていう感じですね。で重たくないから一年中使えます。これをお風呂上がりにいつも全身に使ってますね。でもう一個ね今使ってるやつがまたなくなりそうなのでまた買ってこようと思いますもちろんリピートありです。
はい、ということで最近の使い切りを紹介してみました。今回はコスメがあったりとか初出し商品もねあったので、ちょっといつもと違ったかなと思います。で、私いつも購入するときに結構吟味したりとかよく考えて買うので、そこまでやっぱり失敗するっていうものはないので、今回も買わなきゃよかったっていうものはなかったんですけど、リピートをお休みするものもね今回はありましたね。まあ、でもね全部気に入ってるものなので今回はおすすめはできます。気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。そして今日のリップはこちら、 MAC のパウダーキスリキッドリップカラーのファッションエマージェンシー。はい、こちらのカラーを使いました。ちょっとダークめなカラーでめっちゃ可愛くないですか？すっごい気に入ってますこれ。この間ねダークリップを紹介したと思うんですけど、一番最後に紹介したカラーですね。そう、これがねすごい好きで今ハマってます。なんかピンクレッド系なんですけど、くすみ感とかブラウンっぽさもあってちょっと深めなんですよ。だけど顔色を明るくしてくれるし、大人っぽくなるし、一気にねおしゃれ顔にしてくれるのでめちゃくちゃ気に入ってます。意外と使いやすいカラーですよね。柔らかい感じでめっちゃ可愛い。で、今日はちょっと秋っぽくしたかったのでこれに合わせてレブロンのアイシャドウを使ってみました。こちらは新作なんですけど、560番スタイリッシュっていうカラーです。とっても秋にぴったりなカラーですね。こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗ですよね。これとも相性がいいです。で、この間買ったね GU のフリルブラウスを着てます。あと前に買った GU のベストと合わせてみました。これもめっちゃ可愛いすごく気に入ってます。こちらもぜひチェックしてみてください。そして今日はね視聴者さんにいただいたイヤリングをしてます。これめっちゃ可愛いですよね。すごい華やか。こちらも気に入ってます。ありがとうございます。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。